観測中のロウエル水星の観測結果、火星の運河だけでなく、水星についても地形を観測していたパーシバル・ロウエルは、アメリカ合衆国ボストン生まれの天文学者であり、日本研究者。ボストンの大富豪の息子として生まれ、ハーバード大学で物理や数学を学んだ。元は実業家であったが、数学の才能があり、火星に興味を持って天文学者に転じた。 当時屈折望遠鏡の技術が発達した上に火星の二つの衛星が発見されるなど火星間速熱が当時高まっていた流れもあった。資材を投じてローウェル天文台を建設火星の研究に打ち込んだ。火星人の存在を唱え1895年のマーズなど火星に関する著書も多い。火星には黒い小さな縁同士を接続する幾何学的な運河を描いた。 観測結果が掲載されている。運河の一部は二重線からなっていた。300近い図形と運河を識別していたが、火星探査機の観測によりほぼ全てが否定されている。また、小惑星アリゾナを発見している。最大の業績は、最晩年の1916年に惑星 X の存在を計算により予想したことであり、1930年にその予想に従って、 観測を続けていたクライド・トンボーにより、冥王星が発見された。冥王星の名プルートには、ローウェルのイニシャル PL の意味も込められている。なお、彼の業績に対して、天文学者のカール・セーガンは、最悪の図面や、SF 作家のアーサー・シー・クラークは、一体どうしたらあんなものが見えたのだろうと自書の中で、酷評している。ローウェルの火星人、運河研究は、H.G. ウェルズの 宇宙戦争、ER バローズの火星のプリンセス、ブラッドベリの火星年代記にインスピレーションを与えるなど、エンターテインメント分野に影響を与えたことも評価されている。一部の眼科医はローエルは非文章だったのではないかという仮説を述べている。ローエル天文台の建設地として、アリゾナ州フラッグスタッフという天体観測に最適な場所を見出したのも評価されている。 その後のローウェル天文台は、惑星研究の中心地となった。弟のアボット・ローレンス・ローウェルは、ハーバード大学学長を務めた。妹のエイミー・ローウェルは詩人。1889年から1893年にかけて、明治期の日本を5回訪れ、通算約3年間滞在した。来日を決意させたのは、大森貝塚を発見したエドワード・モースの日本に、 ついての講演だった。彼は日本において、小泉役も、アーネスト・フェノロサ、ウィリアム・スター・ジス・ビゲロー、バシル・ホール・チェンバレンと交流があった。神道の研究等日本に関する著書も多い。彼が旅の途中で訪れた穴水町にローエル、検証費が置かれ、彼が訪問した5月9日には、ローエル祭を開き、天文観測会や講演会が行われている。日本語を話せない、 ローウェルの日本人間は、没個性であり、個性のなさ、自我の弱さ、集団を重んじる、仏教的、子供と老人にふさわしい、独自の思想を持たず輸入とも法に徹すると自身の西洋的価値観から断罪する一方で、欧米化し英語を操る、日本人エリートたちを、ほとんど西洋人であるという理由から高く、評価するといった矛盾と偏見に満ちたものであったが、 西洋の読者には広く受け入れられた。ありがとうございます。